皆さんこんにちは、 CSK です。今日の動画は速報動画となります。レクサス NX の年次改良モデルに関することになるんですけれども、本日ですね、海外のレクサス公式サイトにて情報更新が少しあったので、コンパクトな動画ではありますが速報としてお届けしたいと思います。それでは早速本編いきましょう。今回ですね、情報の更新があったのは EU 向けのレクサスの公式ホームページとなります。ページの URL は概要欄にリンク貼っていますので、また皆さんでも見ていただければなと思うんですけれども、日本ではですね、すでに注文が始まっているこの年次改良3月生産以降モデルなんですけれども、これの詳細っていうのは日本国内としては正式発表してなかったんですよね。まあおそらく来月3月くらいなんじゃないかなんて話もありましたが、ここに来て急にですね、 EU 向けサイトで公開になったということになります。さすがに英語だけだとちょっとわからないので、Google 翻訳で日本語に変換してみました。まあ、そもそも海外仕様と日本仕様って大きく異なる場合もあるので、今回の内容がそのままレクサスの日本向け仕様になってるかっていうとちょっとわかんない部分も多いんですけれども、使ってる画像とかね、多分こういうのだろうっていうのは、まあ公式が発表してる情報なので、取り扱うのは問題ないと思うので、このまま進めていきます。まず一番上に今回の改良のメインとなる部分が触れてあるようで、Nano EX の対応、新しいマルチメディア及びオーディオオプション、印象的なインテリアカラーの変更など、優れたキャビンエクスペリエンスを提供しますというふうに記載してありますね。この中でも印象的なインテリアカラーの変更などっていうのはもう皆さんもね、徐々に分かってきている部分だと思いますが、今回これの公式画像が出てるので、この後触れていこうと思います。またその下段に行くと、ラグジュアリーグレードのプラグインハイブリッドモデルで初めてオプションとして利用できる特注のマークレビンソンというふうにありますので、やはり海外向けのバージョン L 相当のラグジュアリーグレードにも今回 PHV だとしてもマークレビンソンが付くようになったということが書いてありますね。で、これに関しては正直憶測の域を出ないんですけれども、もともとパノラマルーフとかマークレビンソンが付かない理由って、まあ重量の関係だと言われてましたよね。で、今回なんでバージョン L だけ付いて F スポ付かないのとかっていうのを、まあライブでも触れてましたし、ちょっと詳しい人たちとも話してたんですけど、確かに F スポだといろいろ AVS が付いてるとか他の専用装備とかがあって、重量って変わってるんじゃないかみたいな話があって、でそうなってくるとバージョン L はその F スポについてないパーツ分浮いているので、ギリギリ付けられた。まあそれこそスピーカーの数とか増えますからね。本当にそのギリギリのところで重量のバランスがあって、採用できなかった採用できるようにしてるっていう調整があるとすると、なんかね、バージョン L だけしか付かない理由がなんか分かってきたような気がするんですけど、まあこれが真実かどうかはちょっとわからないという感じですね。そして注目なのはその次、強化された盗難防止機能は NX シリーズ全体のウルトラワイドバンド UWB キーレステクノロジーに標準装備されていますっていうのが書いてあって、なんだろうこれって思ってちょっと下見てみると追加が書いてあるんですが、この真ん中の部分ですね、ドライバー最新の NX-V やウルトラワイドバンドキーレス盗難防止技術により、これまでにない安心感を得ることができますって書いてありますね。で、従来のキーレスエントリーシステムのようにキーと車の間のおおよその距離を検出するだけでなく、盗難のリスクを軽減すると。まあ、これ多分おそらく即興システムのことを言ってる可能性があるかなって見てて思ったので、 RX で初めて採用されて装着しようとするとカードキーが使えない例の即興システム、これなのかなと。ただ今まで日本向けの改良内容の中では即興システムの話ってなかったような気もするので、もしかしたらその正式発表まで伏せられている項目なのかもしれないという感じになります。そして最後はですね、選択されたハイブリッド及びプラグインハイブリッドモデルのバッテリー使用を最適化する新しい予測効率駆動によるインテリジェントな燃費の改善ということで、つまり PHEV とかだったらオート EV、オートハイブリッドモードとかの制御がより緻密というか、アルゴリズムとか変わって低燃費に近づけれるようになっている。まあそんな感じなんでしょうね。このあたりは詳細も書いてなくて、翻訳とかもまあいまいちよくわからないので、日本の正式発表を待てばいいのかなという感じになります。さあ、それではいよいよメインとも言える内装カラーの変更を見ていきましょう。まずはフレアレッドのカラーですね。いや、これどうですか？結構華やかになってますよね。私ね、本当にこういう風にした方がいいんじゃないかなって思ったりとか、まあメーカーさんとお会いした時に言ってたりとかした手前もあるので、すごくなんかね、私好みの華やかな内装になってるなと思いました。私が今実際に所有しているフレアレッドの実際の写真がこちらです。ハンドルの位置も違いますし、全く同じ画角でちょっと撮れなかったんで、まあ、ざっくりなんですけど、この助手席の方を見た時に、このグローブボックスのとことか、ドアトリムの黒いレーザーの部分、ここがフレアレッドになったことによって華やかさが全然変わってたんですよね。まあ、これでも良かったんですけどね。ただこう戻してみると、やっぱり結構インパクトありますよね。ちなみに公式画像の元々の仕様の画像がこちらです。明らかにこの比較の方が見やすかったですね。すみません。なんか昔の画像の方がちょっと明るさ、赤の色が違うような感じがしますが、まあこれは画像なのでご愛嬌ということですね。もう一回戻してみるとこんな感じ。やっぱこっちの方が赤感あって私は好きだなぁと思いますね。
しかもグローブボックスだったら部品交換でできそうなので、割とねお金払えば電池改良前の車でも再現できますし、一応ドアの方もお金払ってパーツ交換すればいいんですけど、多分あれドア一体型になるので高額になっちゃうので、まあまあそこはどうするかというところは本当自分の中で相談という形になるんじゃないかなと思いました。そういえば具体的に写ってる写真はなかったんですけど、ここからも若干見えている助手席側のニーパッド、この部分ですね、ここも今回ちゃんとカラーがついていて、アシンメトリーだったものからしっかり助手席側から見てもだいぶね色がついていることがわかるようになったので、まあとにかく助手席側から見た時の見栄えっていうのはすごい華やかになりますよね。そしてこの助手席側ニーパッドなんていうのは私でもギリギリ外せるぐらいのパーツで、これも部品でね買えそうですし、そんなにコストかからなそうなので、どうしてもこのカラーリングに寄せたいよっていう方はグローブボックスと助手席のニーパッド変えるだけでも結構インパクト変わるんじゃないかなと思います。そして同じカットの写真がもう一枚だけ F スポーツ専用色のホワイト内装であったんですけど、まあ、これもいい感じですよね。やっぱりドアトリムにカラーがつくだけでもだいぶ印象は変わりますし、思った以上にグローブボックスのインパクトってありますよね。もうそこに目が持ってかれるので、助手席前ダッシュボードとかのデザインなんて全然気にならなくなるような感じの要素も持ってるんじゃないかなと思います。私もね乗るんだったらホワイト内装はホワイトホワイトしててほしいと思ってたので、これいいなーっていうふうにシンプルに思いました。そしてあと少し公開されていた画像がこちらですね。助手席側のドアトリムのあたりをアップにした画像になっているんですけれども、こちらはフレアレッド、つまり今回の F スポーツで、このドアトリム側の合成比較部分、ステッチが入っているエリアですね、ここが変わったのはまあ F スポーツだけになるので、まあ、相当こうね広い範囲で変わったっていうのが改めてよりで見てもわかりますし、なんといっても前のグローブボックスのカラー変更、結構やっぱり視界に入ってきそうですよね。主張してる感じがしますので、非常に明るい内装に見えるんじゃないかなと思いました。さあ、ここからはバージョン L 向けの内装カラーになります。こちらダークローズですね。今回は新型のレクサス RX で F スポに採用されたりとかして、結構伝統のあるカラーなんですけれども、こちらね、もともとドアトリムのレザー部分っていうのは色ついてました。ダークローズはついてるっていうのは昔のレクサスの法則だったんで、そこに変更はないんですけれども、グローブボックス前に同じくダークローズで色合いの違うレッドのパーツが入っているということですね。そして個人的に気になっていたのがこちらのブラック&リッチクリームで、あくまでリッチクリームよりもブラックが先行しているので、もしかしたらそこはブラックのままなんじゃないかなって思ってたんですが、ちゃんとリッチクリーム色のグローブボックスになっていると、これで結構華やかさ増している感じがしますよね。これ前景がちょっと見てみたいんですけれども、そういった写真はなかったので、日本の公式発表のね画像が見れるようになるのがちょっと楽しみだなと思います。そして最後は今回のこのレクサス NX のバージョン L 内装で一番選択されていると言われているヘーゼル内装ですね。これも同じくドアトリムのカラーとかの変更はないですが、やっぱりグローブボックスのところがこのブラウンになっているというところは大きな特徴になっているんじゃないかなと思います。まあどうしてもこの CG のレクサスが公開する内装画像とかって色味結構変わっちゃうんでわかんないんですけど、この CG でやってる中ではある程度色味って整えてきてくれてる感じがしますよね。まあそのあたりやっぱりレクサスクオリティなんでしょう。プラスチックパーツとはいえいい感じの色合いになってくれることを祈りたいなと思います。まあそしてヘーゼル内装だけはですね、あと2つカット写真がありまして、まずこちらセンターコンソールなんですけれども、運転席側から見てるのでパッと見違いわかんないように見えると思うんですが、この反対側の部分ね、この角度から見ても助手席側のニーパッドに色がついてるっていうのはわかるということがわかりましたので、ドライバーから見てもちょっと華やかさは増すんだっていうことはこれでわかったということになりますね。で、あともう一つはナビ横のカットなんですけど、やっぱりここも映り込んでるのはグローブボックスのカラー変更ですね。で、これでわかるのはそのスイッチの部分ですよね。この部分に関してはブラウンにはなっていないということなので、 DIY でやってる皆さんがね、ここの色どうやって変えようとかって諦めて黒のままとかしてたりしたんですけど、メーカーさんの部品もそうだったということがわかりました。レクサス NX の年次改良モデル、こちらの海外情報を元にした画像の紹介、内容の簡単なご説明してきましたが、いかがでしたでしょうか。まあね、そこまで情報量正直なかったと思いますが、やっぱりね、公式で高解像度の写真とかはこうやってオープンされると、なんかちょっと安心しますし、見てなんとなくイメージするっていうことよりもはっきりとわかるので、まあ、やっぱこういう情報出しっていうのはなるべく早めにしてほしいですよね。注文する前だったら全然いいんですけど、やっぱりこれを見ずに注文を交わしている方がほとんどだと思うので、イメージ湧かないまま契約しろっていうその流れっていうのはやっぱ今後はね、どんどんなくしてってほしいなっていうところもあるので、まあこうやって海外も公開したっていうことなんで、早めに日本仕様、そして日本仕様出すときにはせっかくなんで、もうちょっと多めの画角のカットとかね、他のカラーの前景とかを見えるような感じで出していただければなと思いますし、早くね、日本向けのちゃんとしたプレスリリース読みたいなと思いながら公式発表を待とうかなと思います。
本日の動画は以上となります。この動画が少しでも参考になった方はチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。 Twitter や Instagram のフォロー、メンバーシップ、Nexus もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。